平成最後の夏、平成30年7月に襲った、西日本豪雨。それに伴い各鉄道路線は、長期運休を余儀なくされてしまう。旅客列車は当然運行できなくなり、地域の住民にも大きなダメージであることは間違いなかったのだが、それと同じくらいの悲劇。それは、貨物列車が運行できないため、物流が完全に止まってしまったことである。そこで JR 貨物は、8月上旬より、伯備線、山陰本線、山口線を経由して、運休している区間を迂回する、迂回貨物列車の運行に向けて、DD51 のハンドル訓練を開始。そして8月28日、晴れて、下りの福岡行き、迂回貨物列車が名古屋から運行開始。名古屋行き上り列車も、31日に運行開始。山陰線を通る迂回貨物列車は、1995年の阪神淡路大震災以来となった。DD51 が引っ張るその雄姿を見ようと、全国からファンが訪れ、沿線は賑わいを見せた。そして、9月上旬、JR 西日本は、9月30日に、山陽本線の三原と白市の運行再開を発表。これに伴い JR 貨物は、迂回貨物列車の運行を終了すると発表。下り列車は、名古屋9月27日発、上り列車は、福岡9月28日発が最終列車となった。約1ヶ月間という、短命に終わってしまったわけだが、憂鬱と感動を与えてくれたのは間違いない。そんな迂回貨物列車を見ようと、私もはるばる仙台からやってきて、追っかけてみることにしたのである。久々ですよね。女将貨物が廃止されて以来、DD51 を撮影するのは、本当に久々、本当に久々なんじゃないかな。まあ、とりあえず、朝ごはん買って、で、増田駅の方に向かいたいと思います。はい、朝食を買い込みました。それにしてもね、今この増田市とか、ここら辺近辺っていうのはね、多分鉄オタだらけの街になってると思うんですよ。なんかどう見ても撮り鉄だろうなっていう人ばっかりでね、もう今鉄オタの街になってるよ、この街。はい、それでは出雲市行きの普通列車に乗ります。実は、増田駅を7時6分に出発する列車に乗車する予定でしたが、泊まり込みで場所を確保している方が多数いると、事前の情報を仕入れたため、急遽早起きして始発列車に乗車することにしました。なので、ウプ主の体調は、最悪です。美保三角駅に到着。なんか怪しいなぁ、と思ってホームに出ると、西の豪華列車、トワイライト水風が入線。なるほど、これも撮影するために泊まり込みで、撮影地に待機している人が多いのか。東西南北どっから見ても、鉄道ファンと思われる人が、全員この駅で降車。この時、ウプ主は初めて、とんでもない列車を相手にしていると感じたのである。東西南北どっから見ても、鉄道ファンと思われる集団についていきます。私含めて、みんな目的も目的地も一緒なはずです。向かっている場所はこちら。おそらく、今月で一番、修羅場になった道の駅と言っていいでしょうね。道の駅に近づくにつれて、高まる緊張感と不安。それに比例して、駐車している車の台数も増えていきます。そして、パトカー出現。さすがにパトカーが出没するほど、混雑している撮影地に行くのは初めてかもしれません。
応、撮影できる場所は確保できたものの、三脚が使用できないので、腕を伸ばして撮影することに。こんな時、役に立つのがバリアングル。三脚がなくても、それなりの写真が撮れてしまいます。さて、時間が経つにつれて撮影者は増加。ついには、車一台が通れないレベルに到達したため、警察が注意したり、撮影者同士で喧嘩したり、家の目の前ででかい声で話し合ったりと、一部は動物園状態になり、間違いなく住民にとっては迷惑でしかない。とはいえ、ごく一部のバカだけなので、それ以外の皆さんはスペースを空けてくださったりと、とても優しかったです。そして、待機して2時間半。時は9時11分。少しばかり、太陽が雲に隠れちゃったり、左下に他の人のレンズが映っちゃったりと、散々な結果でしたが、無事に記録できてよかったです。さて、一息つく暇はありません。浜田駅で1時間ほど停車するので、急いで浜田駅へ向かいます。貨物は、愛知機関区に所属する、857号機、1802号機、1804号機の、3つのマシンで運行しています。この日の9080列車は、1802号機でした。間近で感じる独特な鼓動、やっぱり三菱のエンジン、最高です。さてここからは、ついにレンタカーを借りて9080列車の追っかけを行うため、レンタカー屋さんへ向かったウプ主でしたが、出された車がなんと、はいどうも、今浜田駅の近くの、キャルレンタカーというレンタカー屋さんで、レンタカーを借りました。見た感じわかると思います。軽トラックです。すっごいおんぼろの走るか走らねえんじゃねえのっていうぐらいわからないぐらいもうへなちょこな軽トラックを借りました。おそらくこれはハイゼットですね。まあ多分そうだと思う。ハイゼットトラックを借りました。これからですね、追っかけをします。で、追っかけなんだが、どこにしようかな。しょうがない。高速も使おう。斜め左方向です。よし。それじゃあ、行くとしましょうか。ちょっと待って、ETC カードを入れて、で、これ、違うやん。七十四銀行のやつだった。ああ、よかった。よし。これちょっと前に行けねえかな。よし。よし。それでは、発進。行くでー。発進。ハイゼット。おぉ。ああ、タイヤちょっと、これなんかハンドル重いな。これパワーステだ、本当に。その先、斜め左方向です。しばらく道なりです。僕軽自動車初めて運転するんですよ。だから結構心配なんだよね。燃費はいいんだろうけれども飛ばそうと思っても飛ばせねえから。
なんかアクセル踏んでる感じだとね、今感覚的には60キロ出してるイメージがあるんだけど50キロなんだよね。でしかもこれ、ね、オートマだからすっごい燃費悪いんですよね。下手するとあれかもしれない、ノートより悪い可能性ある。これマニュアルの方良かったんだよな。いや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 、それにしよう、本当に古いなこの車。でもトリップメーター見ると4万5000って書いてある。うわこれブレーキの、うわこれすごい遊びあるな、これこれはひどいものを貸し上がったでも12時間借りれて、いくらだったかな、3200円くらい、保険も含めて3300円。これかなり安いと思いますね。右方向です、その先左方向入り口です。これすごいな、エンジンブレーキが。ベタ踏みでどれだけ加速できるか。まあまあ軽自動車にしてはなかなかやるんじゃないか。まあ十分だと思う。ただうちのノートよりは間違いなく遅いね。ここで撮影していきます。
さて、これから先どうしようかというわけなんですけれども、どこ行こうかな。目星つけてるところはあるんですよ。実は次ちょっと遠いところなんですね。どうだっけ、小田駅、小田って読むのかな、これは。小田駅近くのところに行きたいと思います。よし、それでは、小田駅の近くの撮影地に行きたいと思います。方向のね、確認がしやすいんだよね、軽トラって。今の沖かな、松風かな、まあどっちかだろう、知らねえけど12時10分通過でしょ。間に合わねえな、これは間に合わねえ。間に合いそうになかったら大田市駅だな、しょうがねえな。ただね、帰りの電車ね、ネタバレはしたくねえけれども、あれに乗るんですよ。あれに乗るから、それを乗り遅れちゃうと僕帰れないんですよね。だから明日にはもう、東日本にいたいなーって感じするからね。ほら、踏んでもスピード出ねえぜ。ほらほら、捕まえるもんなら捕まえてみろよ。ほら、45キロだぞ今。どんだけ踏んでると思ってんだこっち。気持ちではもう70、80出してると思ってんだけど、メータースピード見てても45キロ違いで、どう頑張って見ても45キロなんだよこれ。踏んでもスピードは上がらねえよこっち。だから警察のお世話にならないっていうのが軽トラのいいところだ。すごいよこれ、ギシギシって音がすごいよ。運転してて不安になるよこれ。はい、大田市でした。大田市でもなく小田市でもなかった、大田市でした。失礼、あ違う、大田市でした、失礼。
市駅付近での撮影を終えました。ここより先、なぜかマイクの調子がおかしいので、ゆっくりが説明します。実はここまで、リスナーの方々にお会いしました。お会いしたリスナーの方々、声をかけてくれて、ありがとうございました。さて、次に向かったのは、風車が見える、ゴーツとアサリの間にある場所で撮影します。いよいよ最後の場所へ。有料道路を使い、浜田方面へ向かいます。そして、またまた折井駅付近の場所で撮影したいと思います。追っかけが今終了いたしました、結局最後も折井駅でした。まあ僕としてはちょっとあんまりいい絵は撮れなかったんですけれども、まあ十分です。まああいつともお別れしたんでね、まあいい思い出作れたと思う。ということで浜田駅に戻って、レンタカー返して、いよいよどこだっけ、まあ、山陰本線の完全乗破を、貫通させたいというふうに思います。はい、浜田駅に着きました。あの、自分で言ってなんなんですけれども、よく生きて帰ってこれたなと思います。これから特急沖だったかな、松風だったかな、どちらだか忘れましたけれども、どっちかに乗って、まで向かいます。そうです、前回のリタイア地点となりました。まで行きます。本来だったらね、交通で降りたいところだけども、そんな時間もありませんので。で、山陰線の完全乗破といたしましょう。こうして、迂回貨物列車を追いかける死闘は幕を閉じた。この動画が上がっている頃には、すでに迂回貨物列車の最終列車は、始発駅を出発していることでしょう。間違ってはいけないのは、この列車の運行を望んではいけないことである。それでも、迂回貨物列車の運行を決断した、JR 貨物、そして早期の運行再開を成し遂げてくれた、JR 西日本を、称賛したいと思います。ぜひ最終列車が終着駅に到着するまで、無事に任務を全うしてほしいと、遠い場所から切に願っています。